マサイバチでこんなに魔人剣よりも映える技あるこれ。魔人剣とか部屋のこれおかしいやろこれは。はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。ちょっとね、昨日ねお休みもらいました、すんませんということで配信ましたんやけど、ちょっと動画ねなかったんで、まあ、今日は動画上げていくんですが、みんな動画見ていきます。でね、今日はね、あれ今日のやつやばいよ。ちょっとはい、こちら画面外から現れる追尾ミサイル見せプレイ集ということで、はい、ということで、もう追尾ミサイルに見せプレイ集なんてあるんでしょうかという、もうそういうもう疑問がね出てくるんやけど、わけわからんくらい、これ5分もあるんよ、これこれ5分もあるんよ、わけわからんくらい。もうアグレットさん、あなたはおかしいですということで、あなたはおかしいけど、こんなに気になる内容のタイトルはもうマジで初めてということで見ていきますけど、はいはい、どういうことやねん。もう自我持ってるやん。これ、ドゼチコみたいな感じじゃないのか、ディディココ&タルみたいな。ちょっと待って、マジでもう、なんなんこれ、そんなにさ、エイムやばくない？あれ別にさ、自分でさ、操作とかさ、できるわけじゃなくて、こんな綺麗に当たる、しかも見せプレイ集って何やねん、これ。もう何やねん、これ別に。見せプレイ集じゃないねん、これもう。はい、これはおい、うわ、わけ、バース、おか、これさ、どういう反応すればいいの？強い。普通に強い。これ自分もダメージ食らってんのかな、これって。あ、食らってるわ。食らってるわ。モロハの剣すぎ。いや、マジでさ、くるくるとなるときのさ、自我の持ちようがやばくない？毎回なんかもう向かってるやん、そこに。いや、これすごいな。なんか、そんなん、しょうもないやろと思ったけど、これ、割といろんなパターンかって思うよ。いろんな、わけはもう、おかしいやろ。今のに関してはおかしい。今のに関してはもうおかしいから。自我とかじゃないから、あれもう。2対1やん。チーム戦やん。いや、その当て方ももっとおかしいから。ちょ、もう、おかしいから。おかしいから。マジで、ね、俺、トークおもんないから、あんま喋らんでくれっていうコメントがありますけど、これに関してはもう自分でも、トークできない自信がある。もうこんなんどう反応すればいいねんっていうね。あ、嘘やろ。ちょ、あんな回ってくる、今どこまで行った。ちょ、マジでどこ一周した。アストルティア一周でもした。これはおい、ちょ、え、嘘やろ。なんかフェイント付き合ってんけど、ちょ、当たってないけど、もう一回行くの。おい、あ、なんかすごいな。うわー、地獄マジで。あー、一回下に倒れたから、自我持ち出すのやめてほしいけど、ほんまに。どういうことやねん、もうこれ。これ、なんて言うんでしょう、サルアタックっていうかな、これ。これ、追尾ミサイルっていうタイトルやったけど、追尾じゃないやん、これ。もう、オート照準よりもこれ、いいよ、精度、ガチで。パルティナ真っ赤よか、これ、マジでこれ。やばいな。さ、これはいや、ちょ、なんかこうやってさ、ほんとこれランダムなん、こうやって。決まってないの。操作できんのこれって、コントロールできんのかな。でそう、これランダムなんやったらやばいよこれ。そんな、なんか上グループの周りとかほんまにもう狙ってんのってくらいやばいんやけど、しかもこの人もこの人やもん、なんでコンボの途中にそれを狙わねえんっていう、なんか普通にいいコンボしたし、なんか普通にいいコンボしたんやけどさ、これはおかしいよ。それはおかしいよ、普通におかしいよ、それはもうやばいやん、もうさ、完全にいやいや、おかしいやん、それはおかしいやろ。え、もう、おかしいやろ。これってあれだ、ファイターの方に、まあ、突っ込んでいくっていう、そういうやつなんかな、わからん。なんやねん。なんでバーストしたら10も死ぬねん、そんな。条件かよ、それ。条件付きで死ぬんか。だから、あ、ちょっと、なんで電飾から飛んで、なんで電飾からあいつが出てくんねん。上見つかった、今。なんか、同時に出てきましたけど。わけがわからん。いや、どっから出てきた。あえて結構発生早いから。おいおい、もう何これ、飽きやんだけど、終わりこれ、あ、まだか。何これ、飽きやんだけど、めっちゃおもろいけどこれ。ちょっと待って、めっちゃおもろいけど、もう、まあ、わけわからんやん。あれだ、ディディコング使う人はこれやればいいの。みんなもうやばいと思ったらもうウェビー使えばいいんすかね。え、ちょっと俺もディディ使うことがあったとマジでウェビーこするわ。ウェビーこするかな、これ。いや、あ、狙ってる、ちゃんと狙ってるわ。あれ、ウェイビーが暴走するのをちゃんと見てね。なんかね、チャージしてる時にもたくかったわね、なんかね、暴発するっぽいけど。うわ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 、おかしいそれ。もうおかしいやん、軌道が。どう考えてもおかしいって。うわなに、技一発でこんなに魔人剣よりも映える技ある、これ。魔人剣とか部屋のこれ、おかしいやろ、これは。もう。それに関しておかしいって。どんだけ回った。
もうこれもう単発技の店コンボで言うとこれ1位じゃね、それ来るもしかして、意味わからんやろ。いや、あ、もう意味わからんやろ。もうこれどう反応するのか正解、マジでもうすごかったです。さあこちらラリホン、あの昔ね募集したやつなんやけど、まあ、たまたまねおすすめにあったんやけど、これねもう5月ぐらいのやつなんやけどね、これめっちゃ前なんやけど、まあ、これ見てない、ちょっとチラッと見たんやけどね、こんなん俺見たっけと思って、いいね多いしと思って、なんかね見たことなかった。うん、ちょっとおすすめであったもん見ますけど、これ見たことあったっけ、俺もう記憶がね怪しいんやけど、ちょマジこの人さチラッと見させてもらったんやけど、レベル高すぎんやけどマジで、なんで逆にあの当時俺これを見過ごしたっていうレベルにすごいんやけど。さあ何でも使っちゃうキャラクター、さあこれはバイクを使っていくよ。これ普通に強いコンボやよね、なんかそれ参考になる感じの。これはダブルにして、はい、はい、これ普通に強いよな。シンプルなコンボからなんかねすごいえげつい、シンプルなコンボでシンプルな店コンボからえげついこんな感じのさコンボとかさ、何でもするしこの人。さあこれはガノンちゃんかな、キーとガノンちゃんがねこれ見せてくれるはず、ごめんなさい、あのゼロパーから始まってるんですよこれ。もうなそれね、あの前作からあの 4VU かなそれ、はいはい、でい強い、参考になるこれはマジで。さあドンキーさんお願いします、はいはい、えそこジャンプ空車なんや、ちょっとビビった、ちょっと俺の知らんプレイが来た。さあこれはフーゴ、まあ、マジベオはね、あの見とくべき、みんなこれからねベオの時代来ますからね、誰でもベオがね、いやもう来てるわベオの時代だから、ベオのね即死コンボはねみんなね、あの覚えるの難しいから、とりあえずね好プレイ集でもいいから見とくべき、なんでもいいから、やっぱり頭の中にこんな感じっていうイメージがあるとね決めやすいんで、即死コンボっていうのは、まあ、アドリブなんでね、もうキャラあのベオネタっていうけどマジで、はい、これはゼロパーから、おいマジこれさすがに持ってかんかまあ流れよな、まあまあ下から復帰するわな。これはおい電子出しちゃって、なんて画面がかっこくないけど、待ってごめんカーソルあったわ待って今気づいた、もう毎回カーソルがある、さあ何年これ画面おかしいぞマジで、ね、あのカーソルね、なんで毎回あるかっていうとね音量を上げてるんですよ、なんやけどもうマジごめん、毎回カーソルがある、うまい、はい、ベヨかな、ベヨがうまい、この人、あ思ったけどこれさ4月29日ってこと、これベヨ強化前か、えベヨ強化前ってこれやばいな、今ベヨはね強化されてね結構ねアップデートねそうなったんやけど、アップデート前やったらやばくない、超うまい、あなにこれなんだそれ、なんだその決め方は。さあこれはファルコン使える人ね、最近これすごいと思うんですよ、前作はね僕ファルコン使ってましたけど、この作バカ使えないんでね、もう全く使えないけど、マジファルコンでね見せコンボできる人はマジで尊敬できる、うますぎる、やべえな、しかもダブルでいったし自分から来ましたよ相方、はいこれこれこれオッケー、はい、うわーもうガノンやめてよ、ガノンやめてよ、ガノンがやられるの見たことないわ俺は、もうもうマジベオの即死コンボ練習しようかな、またベオの即死コンボ何十回当てるまで終わりませんとかやろうかな今度、はい、ということで今回こんな感じやったんですが、はい、ちょっとね新しいタイプの店プレイ集が出てきましたね、あのディディのタルとかいうやつ、あれやばくない、マジでやばいと思 もうタイトルからおかしいしおかしいし、あれで5分作るのもおかしいし、内容もおかしいしちょっとあれさ、なんなんあれ、なんかもうわけわからんやん、あれどういうこと、バグやろあれ、バグやね、あれバグってことで、あれバグ集でした。はーい、シャッカ好き TV です。まぁ、ちょっと今日の動画、あからさまに半分ぐらいから字幕なくなったと思うんやけど、明らかに半分ぐらいから字幕がなくなったと思うんやけど、一気消沈っていうんですか、ちょっとわからんけど、しました。ちょっと今日ね、いろいろしとって、気がついたら時間がなくて、あ、編集しやなと思ったら、やばかった、時間がやばかった。まあちょっと9時までには、ね、上げたかったんで、1本は。ほんとは今日2本上げたかったんやけど、無理かな、多分、今日順位動画できねんけど、ちょっとじゃあ、投稿する時間遅ってなんかね、効率悪いと思うんで、まあ、明日はちょっとで頑張って2本上げたいかな、と思います。すいません、ちょっと今日のショック的 TV は、俺のちょっと罪滅ぼしではないけど、言い訳 TV でございまして、マジで、すいません。本当に字幕はね、つけようという気はあったんやけど、ちょっと早く動画出したいなと思って、もう半分ぐらいで断念したっていう。もうあからさまにね、あからさまにも半分からないっていう。で、今日配信もしたかったからね、
早く開けたいと思って。配信何時かな、9時までにはできればいいかなっていう。この動画上がってすぐするかもしれんということで、そこのとこお願いします。